神戸市灘区六甲山の山あいにある神戸大学鶴兜第一キャンパス。サークルや運動部の活動が盛んに行われていて、学生たちが思い思いの日々を過ごしています。中でもたくさんの学生がいるのがここ A 棟。この1階にあるのがラーニングコモンズ。学内の人なら誰でも使える公共のスペースです。ラーニングコモンズでは多くの学生が自分たちの時間を過ごしています。学生たちは何を学び、何を考え、何を目指しているのか取材しました。ドキュメント6号、学生たちの集う場所、ラーニングコモンズ。ラーニングコモンズ、ここにはたくさんの学生が集まり、勉強をしたり、友達と話したりしています。難しそうな資料を読んでいる学生がいました。何を勉強しているんだろう。すいません。今こちらで何されてたんですか。大学院の研究で使う資料を少し読んでいたところです。どんな研究されてるんですか。戦争中の日本で外国の音楽がどのように入ってきて、どんな日本人がどんなイメージを持ってたかっていう、ざっくりとそんな感じの研究をしてます。戦争中の資料を扱ってるので、その戦争の記憶としての資料をどうやってこれから受け継いでいくかっていうところにも貢献できるといいなっていうふうに思ってます。終了後の進路は考え中らしいです。大学での学びが活かせるといいですね。続いてはこちらの2人、とても仲が良さそうですね。写真の話はしてたな。写真こんなことして楽しかったねみたいな。ああ、うん、写真って何の写真。いや、なんかお互い写真撮るの好きなんですけど、まあどういう写真綺麗かなみたいな、そういう感じですね。ほんまに雑談、ただの自分たちの好きなことを喋ってました。まあ僕ここができる前から大学入ってたんですけど、ここにやっぱここできてから急にやっぱりこう人もたくさん来て、なんか賑やかで良かったなって思いますね。うん、できて、これは、うん、使い勝手いいですよ。いいな。いつもいますよね。いいことか分からないですけど。二人は同じゼミの先輩と後輩。ラーニングコモンズが憩いの場になっています。英語の本が何冊も積まれていますね。外国に興味のある人なのかな。今は何されてたんですか。今はちょっと5時半から友達が ESS 部の講演会に出るので、それまで時間があったんでちょっとここで時間を潰してました。なんか表彰がすごい目立つんですけど、これはちょっと読んでみようと思って、今年後期から留学する予定で、将来はもう海外で働きながら海外で暮らしたいです。後期からベルギーの大学に留学するそうです。ぜひ夢を叶えてくださいね。次の2人はなんだか忙しそう。僕編入生で、はい、去年の4月に神戸大学の経済学部に入学したんですけど、編入する前は専門学校にいて、専門学校時代に編入の存在知らなかったら、僕高校が通信制高校で、その通信制高校卒のまんまだったんですよ。でそこでこう編入を知ったことで、編入の勉強頑張ろうと思えたことだけでも大きいなと思って、当時はもう大学行く意味もないと思ってたし、大学行こうとも思ってなかったんで、
僕はこう最終的にこう大学大卒を取れたっていうのも、まあ、その選択肢の幅が広がったからなのかなっていうふうに思って、まあ、そういう就活をしてたっていう感じですね。編入試験なんてあるんだ。いろんな学生がいるんですね。こちらの女子学生は就活で大きく成長できたそう。そうですね、やっぱり自分自身も就活をしてすごい良かったなと思っていて、まずなんか結構自分自身のことをすごい知れたなと思っていて、結構なんか自分の過去の経験であったりっていうところをすごく考えれたことが成長につながったかなと思ってます。2人は来年から社会人、活躍の場を広げていってほしいですね。取材を通じて自分にしかない個性を持った新大生にたくさん会えました。その個性を磨いて世界に羽ばたいてほしいですね。エンジョイザワールド。